ちは。児玉さんが大好きな、はい、虹色シリーズでございます、ね。どう、はい、新しいのなんか見つけて、はい、なんか、うん、SNS でまたバズったやつらしいんですけど。バズったの、はい、なんか20万いいねかリツイートかわからないですけど、なんかそういうのがついたっていうあれなんですけど。ちょっと待って、俺のね、虹色、虹色のたこ焼きとかなんなん絶対バズるはずだったの。何しましたっけ、まあ、ゼリーやろ、たこ焼き、たこ焼きやろ、なんかそんなにやってないね。なんかゼ、あ、こう全部入れたとはゼリー、ゼリーゼリー、あと何かありましたっけ、レインボーシリーズ、うん、まあなんか、ね、調べてちょっとコメントで書いてくださいあと何をやりましたよみたいなやつをちょっと書いてください。あんた何頑張ってないな何もバズらないで、今回用意したのがこちらでございますね。はい、これ開けます。はい、こじゃれた袋、うん、公園の取っとくですよね、お母さんとって紙袋とか、たまに役に立つけどね確かにさあ中身は、はい、こちら、はい、コンペイ糖でございます。かわいらしい、はい、これいろんな色のコンペイ糖があったのを選んだんですけど、これをヨーグルトの中に入れる、うん、おと、なんかコンペイ糖が溶けて綺麗に、なるほどね、なりますよ、もうこの状態でもだいぶ綺麗ですねで、レインボーに、レインボーにね、レインボー7色ないあるかな、ないかな、あれあれもうだって1個3色ぐらい入ってるできそうですね、はい、じゃあそれな、はい、なんかこうちょっと甘くなるみたいですね、やっぱその砂糖が溶けるから、で食べやすいヨーグルトにもなるし、うん、なんかそれをパンに塗ってなんかおしゃれなパンですよみたいなやつもあるし、なんかいろんな使い方ができるということなんで、はい、ちょっとまたこの後レシピをまた調べます、はい、まずはレインボーに、そうですね、とりあえずその溶かすところからやってみます、はい、どうするのかな、もうあの梅酒の作り方と一緒です。あ、まずはじゃあ砂糖をした砂糖とかこういうヨーグルト、ヨーグルトで一番下がいいかな、でコンペイト入れてまたこう層にしていくみたいな、あー、なるほどね、はい、感じらしいです、そうね、はい、2つ買ってきてもらえばよかったな、確かにこの1瓶にしかできないかな、じゃあ1瓶にしようかな、うん、これ全部ぶち込みます層にしようかな、層に、はい、じゃあ一番下は何かでいくから、レインボーっていうなら、紫外線と下が紫外線で上が赤外線紫外線からじゃあ行こうか、はい、何でも俺はもう何でもいいですよ虹の順ってでも言われたら分かんないですね、うん、で、なんか逆虹も出るよね、虹の方向に確かに確かに、俺も分かりません、ね、とりあえず開けよう、じゃあ紫外線入れます、はい、じゃあ青ってことは黄色、黄色、ね、そうだね、うん、青、緑、黄、緑、黄色、まあいいや黄緑で次黄色でね、うん、あ、やべ、これバーンってやりそうちょっと開けます、はい、これに蓋をします、重ねて、なんか見た感じ本当綺麗な写真が本当いっぱい上がってたんで、綺麗な写真、綺麗になるかな、今回綺麗になるかなじゃあ次黄色、はい、黄色と緑っぽいやつ、うん、本当は多分こんな入れないんでしょうねいや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 、入れよう、甘くしよう、まあオレンジに行こうかな、うん、いけドバドバー、よし、よし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 、まあでも綺麗になりそうだぞ、はい、なりそうな予感はしてる、最後蓋するところか、うん、ラストドバッと、おもう可愛い感じになってるね、すでにもうおしゃれですね、うん、蓋をして、すっげー甘いヨーグルトなんだろうなこれ、これはだいぶ甘いだろう砂糖の量がえげつないですからね、でもね、コンペイ糖をそのまま食べたと思えば、ああ確かに、ね、うん、それよりは薄まってるからで、こっから3時間ぐらいするともう溶け出すらしいんですよね、で、かわいいよ今の時点でですね、で、5時間ぐらいになったらもう混ぜ、もう普通にぐるぐるって混ぜたらもうそのまま溶けてるから混ざるらしいんですけど、はい、じゃあ3時間から5時間、はい、ちょっとこれで放置しておきます、はい、冷蔵庫で、
はい、じゃあ、どうだったか。3時間から5時間って言ったらって、ね、もう多分12時間くらい、ちょっと寝とったらね、寝過ごしたね。ですね。はい、なんだそりゃん、何それ、下地蜂蜜溜まった、溶けてですね。それはそのコンペイ糖の糖なのかな。そうですかね。あれ何やったっけ、ヨーグルトから出るホエイ、ホエイ汁、汁がホエイだった。こう見たら綺麗ですよ。こう見たら上の方はね緑と青が混ざっちゃった。放置しすぎてそうなのかな、多分。入れすぎてそう、分かんない。ちょっと混ぜてみますか。混ぜる混ぜるんだよね。混ぜて取り出す。棒で混ぜますか。棒で混ぜ、うん、棒で混ぜよう。棒で箸へね、いきますよ、はい、あ、いきます。おお、あ、上は綺麗やね。綺麗ですね。綺麗って言っても2色やけど、パナップの原理でグリってこう下からクスって持ってきたら、ま、綺麗にあれかもしれないですね、カクテルの。うん、うん、めちゃくちゃ甘い。その時点で、あ、めちゃくちゃ甘い。下から上げて上げて上げて下から上げて寄せて寄せて下から上げて濁ったところもなんだろう、綺麗にはできてないな、これは、うん、ゴリゴリがまだ残って、うん、甘いじゃあもう取り出そうかな、うん、いいよ。結構でもピンクが強いのかな。まあ上の方のやつが、うん、下のあれを取り出してみようか。青が残っとって欲しかったな、ねえ、緑とか、うん、うっすら青が、うっすらですね、本当にこの辺から持ってきたら、これレインボーか。レインボーではないですね。なんだろう、俺なんかちょっと発酵しすぎてカビ生えたやつしか見えない。そうそう、ブルーチーズの類や。絶対これ置いてたらみんなが買ったわけで、ね、これが完成です、うん、青が残ってて欲しかった、ね、ちょっと放置しすぎましたね、下に。もっとなんだろう、下にヨーグルトをバーッとやってやとかもらってたかもしれんね、まあ、いただきます。いただきます。うん、さっきも舐めたけど、うん、すっげえ甘い。これ子供のおやつにいいんですよ、うん、ちょっとだけこの器ぐらいにちゃちゃって入れてですね、くるくるって巻いて、甘い。コンペイ糖入りすぎやもん。もうちょっと少なめでいいのか、コンペイトはですね、欲張りすぎたね、うん、本当は、うん、ヨーグルト 200g に対して 30g って書いてあったんだよ、うんうんうん、これ200に対してそうやね、4袋ぐらいです。1袋があれ 30g やったかもしれないですね。ちょっといいですね。なんかつけて食うみたいな、うん、これなんか本当にあの食パンに塗ったら本当美味しそう、トーストしない食パン、うん、パンないかな、うん、多分ないですね、はい、うわ、なんか食べたそうやった気が。お、ありがとうございます。いただきます。甘いものはね、もう一すくいいただきます。甘いものといえば、うん、ダクさん、ん、でも言うほどそんなにめちゃくちゃ甘いから、ね、それはダクさんの舌がバカになってヨーグルトとしてはめちゃくちゃ甘い、ね、うん、でもめっちゃ甘いよこれ、うんうん、美味しい、めっちゃうまい。ほんと3時のやつにちょうどいい、うん、何かにほんとかけるにはちょうどいい甘さ、うん、あ、ジャムみたいな感じか、うん、そうだよね。まあ今回はコンペイ糖でなんかオーロラみたいになるっていう紹介された。あー、なるほどね、うんうん、溶けて多分いい感じになるでしょうね、ほんとは。いいね、それレインボーシリーズちょっと受けんかったから、オーロラシリーズ行こうかな。今度から方向転換、はい、じゃあ今回はヨーグルトにコンペイ糖入れて溶かしてみました。綺麗にできました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちらね。はいし、はい。